貨物駅とは、貨物列車に貨物を積み降ろしすることを目的とした、鉄道駅である。貨物駅の例 JR 白新線、新潟貨物ターミナル駅鉄道駅は、線路の高さによって、地上駅、高架駅、地下駅といった区別ができるが、貨物駅の場合は、地上駅が多い。現在の取扱い貨物は、大きさが統一されたコンテナを用いる、コンテナ輸送が、 鉄道貨物の主流となっているが、木材、石材、石炭などの荒に、バラ積み貨物、自走による自動車などの扱いも見られる。日本では、有害者による、車扱い輸送は、2012年に廃止された。コンテナは、農型体のものが一般的であるが、液体の化石燃料や化学薬品などを輸送する、場合はタンクを有するコンテナとなり、丸みを帯びた形となっている。 標準機以上の軸幅を持つ軌道を走る貨物列車は国際規格のコンテナが用いられることが多く国際的に見ても大部分がこれに相当するが狂気の軌道やカーブ区間の多い軌道では独自の大きさのコンテナが用いられることもある工場や燃料基地が駅となっておりそこへ引き込み線を通じて直接乗り入れる列車では貨車からコンテナを下ろさずに荷役を行う場合もある そうでない場合は、一般の貨物と同様に、フォークリフトやクレーンを用いて、コンテナの荷役を行うための設備を有する。また、船舶との連絡に重点を置いた貨物駅では、不当へ直接乗り入れることもあり、液体やバラ積み未貨物の場合は専用の荷役設備が見られる。着発船二役方式とは、貨物列車が発着する本線の部分にコンテナホームを設けて、 コンテナの二役作業を行う方式である E&S 方式とも言う。当初は電閣間の駅で採用されたことから河川化二役とも呼ばれた。河川に接触する恐れのある着発船ではフォークリフトトップリフターなどでの二役ができないため、着発船に到着した貨車をディーゼルなどの入れ替え機関車で河川のない二役船まで移動させて二役作業を行い、二役完了後に 再び着発船へ戻し、本船検員の機関車に連結する必要があった。しかし、従来の方法では、シャーツ買い貨物の場合と同様の入れ替え作業を必要とし、貨車が到着してから荷役作業を行うまでの時間や、荷役作業が終了してから貨車が出発するまでの時間が長くなってしまう。そこで、入れ替え作業の効率化による、 リードタイム短縮やコスト削減のため導入されたのがこの E&S 方式であり、中間駅においては荷役のための停車時間が最大約3時間短縮された。着発線は操作により河川への送電を停止でき、非通電状態で河川を傷つけない E&S 方式対応のフォークリフトやトップリフターにより荷役を行う。河川の通電が停止すると河川柱などに、 取り付けられたランプが点滅し、二役ができることを知らせるようになっている。この方式は1986年11月1日改正より、寄付貨物ターミナル駅と新南洋駅の2駅で初めて採用され、2019年11月30日改正時点では30の貨物駅が E&S 方式となっている。将来的には40駅程度に導入される見込みである。なお、 計画中の前原貨物ターミナル駅、高架化に伴って移転予定の沼津駅での導入も予定されている。従来の貨物駅を改造した E&S 採用駅の多くは、側線の200線で200作業を行う、行き止まり式のコンテナホームも併設している。静岡貨物駅着発200線での200作業、横浜羽沢駅 E&S リニューアル開業式の実施について日本貨物、 鉄道 JR 貨物新中期経営計画ニューストリーム2007による JR 貨物中期経営計画ニューストリーム2011によるありがとうございます。